柴田勝家、柴田勝家は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、戦国大名。大英2年、1522年、長州府市によると、尾張国愛知浮上社村、現、愛知県名古屋市名東区で生まれる。青年には、大英6年、1526年節や大英7年、1527年節もあり、明確ではない。出は不明で、 柴田勝義の子と言われるが、確実な資料はない。おそらく土豪階層の家の出身であると思われる。若い頃から織田信秀の家臣として仕え、尾張国愛知軍、下社村を領したという。地位はわからないが、織田信長の家督継承の頃には、織田家の重鎮であった。天文20年、1551年に、信秀が死去すると、この織田信行、 信勝に過労として使えた。天文21年、1552年の終わりした4、軍を支配する、守護大で、清洲上主の織田信友との戦いでは、中城家忠と共に、敵方の過労、坂井仁助を討ち取り、翌年には、清洲城攻めで、大将閣で出陣し、30機を討ち取る武功を立てた、開圧の戦い。 新行を信秀の後継者にしようと、林秀貞と共に格作し、織田信長の排除を試みたが、工事2年、1556年8月に信長との戦いに敗れて、降伏した稲尾の戦い。この時は信長、新行聖母の土田御前の強い願いで謝免され、新行、勝家、続くランドは、墨頃もで、新修場に登り、土田御前と礼を述べた。 以後は信長を認め、稲尾の敗戦後、信行が、新山の続きクランドを徴用したこともあって、見限った。工事三年、1557年に信行が、無本の計画を企んだ時には信長に事前に、密告し、信長は計病を装い信行は11月2日に、清州城に見舞いにおびき出され川尻秀太からに、殺害された。信行の維持の津田の娘は、 信長の命令により、勝家が養育することになった。信行の死後、罪を許され、信長の家臣となった。しかし、信行に組みして、信長に逆らったことが響いたのか信長の、終わり統一戦やおけはさの戦い闇の、斎藤氏攻めでは用いられなかった。ただし、A68 年、1565年7月15日付と、 推定される、尾張国の弱行員宛に出された、所領安土の文書には、庭長秀、佐々七、成政の一族と共に署名しており、この頃には、信長の奉行の一人であった。A61 年、1568年の上落作戦になって、再度徴用され、機内平定戦などでは常に、織田軍の4人の戦方の武将として参加し、昭龍寺城の戦いなど、 信長の重臣として武功を挙げた。11月までは先方武将4人が京都の軍政を担当したが、幕府方向衆に任せ、信長と共に岐阜に引き上げる。六十2年1569年1月、三好三人衆による本国寺の変の際に信長と共に再度来京し、4月上旬まで京都、機内行政に担当5人のうちとして当たった。 同年8月、南伊勢五軍を支配する北畑氏との戦に参加する。元気元年、1570年4月、浅井長政が信長から離反すると5月には、六角義方が琵琶湖南岸に再進出し、岐阜への道を立った。信長は南岸確保のため各城に6人の武将を配置することとし、まず江南に4人が置かれた。勝家は、 長江事情に配属され、同月下旬には、六角勢と戦闘となったが、佐久間信盛、森吉成、中川重政と共に撃退した。六月、浅井、朝倉との姉川の戦いに従軍する。同年八月から九月の野田城、福島城の戦いで、三好三人衆が四国から攻め上り、総軍で退治する中、石山本願寺が突如敵対し、混戦となる。 その後半に、朝倉、浅井連合軍が三万の大軍で、山品、大号を焼きつつ、京都将軍御所を目指して進軍した。時継ぐ狂気によると、勝家と明智光秀が守備のため京都へ戻されたが、勝家が事態を重大死して、信長に進言し、二十三日に、総軍で、野田、福島から退却し、京高軍で同日夜半に、京都に戻り、滋賀の陣となる。 12月、信長は、足利義明に依頼し、朝廷が仲介する形で、浅井、浅倉との和睦に持ち込む。元気2年、1571年5月、石山本願寺に呼応した、長島一向一騎を鎮圧に向かう。退却の際、勝家の大和殿を務めたが、大和と山に挟まれた、狙いやすい箇所で、一揆勢が襲いかかり、 傷を追い勝家は旗たさし者まで奪われた。すぐ、氏家直元、と、牧前が交代したが小勢であり対応できず、氏家と多くが戦死する。9月の比栄山焼打では殺戮戦に加わる。元気4年、1573年2月、信長と対立した将軍、義明が、石山と根果たたの取り出に兵を入れると、勝家を含めた4武将が攻撃して、 これらを陥落させた。信長は将軍を重んじ、義明との講和交渉を進めるが、成立寸前で、松永久秀の妨害で破綻する。このため4月、信長自ら出陣し、義明への脅しのために状況に放火させた際は、勝家も参加している。なお、この時に、信長は、下行に対しても矢銭を要求した。この際に、 下行側が作成した矢瀬にの献金予定リスト、下行出入りの帳りには信長個人へ献上する銀250枚に、続いて勝家個人とその配下に合計190枚を送ることが記載されている。また、同月に信長と義明が一時的に和睦した際に、交わされた希少文には、織田家の重臣として勝家は、林秀だ。 佐久間信盛、滝川和松並び身の三人衆と共に諸し、勝家と、林ら三名は、当時の織田家の年より、重臣の地位にあったことを伺わせる。七月、吉明は、牧島城に、吉明の側近、三淵藤秀は二条城にそれぞれ立てこもったが、勝家は藤秀を説得し二条城を改造させた。なお、七月一日には信長は四月に、 下行に命じていた矢ぜにの献上を免除しているが、勝家は4日付でこの内容を保証する添え状を、下行側に発給している。その後、勝家は、自身も加わった7万という人数で、義明がこもる牧島城を総攻撃し、降伏させた。義明は追放され事実上室町幕府は、滅びるが、 毛利氏に保護された義明により信長包囲網が敷かれると、織田軍の有力武将として、大海国、摂津国など各地を転戦する。天正元年、1573年8月の一条、国城の戦いは、信長軍総動員となり朝倉氏を滅ぼした。勝家は、その後の北大海の小谷城の戦いにも参加したが、その際の戦方は、橋場秀吉が務めた。 同年9月に2度目の長島攻めに参加している。長島の西方の高をする敵城を、勝家も参戦しくあの西別所城、堺城を落とす。長島は、大港の船が十分確保できず退却する。2年前の勝家府傷と同所で、殿の林通政隊が一気勢に襲われ林と多数が戦死する。天正2年、1574年に、 多門山城の留守番役に、細川藤高に続き3月9日から勝家が入る。同年7月、3度目の最終戦の長島攻めに、参軍し、総員7万の大軍で兵糧攻めで除名を約束に、会場したところを騙し討ちで殲滅する。三手の内野のが取り口、右翼を、佐久間信森と共に指揮した。天正3年、1575年には、 高谷城の戦い、長篠の戦いにも参加する。朝倉氏滅亡後、信長は朝倉九神、前馬義継を越前国の守護としたが、同じく朝倉九神の富田長主はそれに反発して、土一揆を起こして前髪を打ち取った。しかしその後の富田の態度から一揆勢は、富田と手を切ることとし、加賀国の一向一揆の指導者である七里寄地下を誘って、 新たに、一向一騎を起こして、富田に襲いかかり、動乱の中で、富田は家臣に射殺され、越前は一騎持ちの国となった。信長はこれに総軍を率いて出陣し、一向一騎を殲滅戦で平定した。9月、信長は、越前国沖て全九条、原初には、起きて上場と共に勝家は、越前国八軍四十九万国、北の将条。 現在の福井市を与えられた。この時、柳田広正に切り取り次第の形で、加が一国支配権が与えられるが信長が起陣すると、一揆が放棄し、昇進の柳田は抑えられず、信長に見限られ、終わりに戻される。天正四年、1576年、勝家は北陸方面軍司令官に任命され、前田敏家、笹成政。 ふわこうらのよりきをつけられ、九十年間一気持ちだった、加賀国の平定を任される。なお、従前の領地の大み国加盲軍と、伊次郎長光次城は就航され、我毛片ひ長田影広らは、よりきから外されている。天正五年、1577年7月、越後国の上杉謙信が、加賀国にまで進出してきた。この勝は、軍議で、 橋場秀吉と衝突、中田がいし、ひでは、信長の許可を得ることもなく、戦線を離脱してしまい足並みが乱る。勝家は、七尾城の救援に向かうが間に合わずに、七尾城が陥落したため、周辺の拠点に放火しつつ退却した。退却中の9月23日、手っ取り川で、上杉軍の襲撃を受ける、手っ取り川の戦い。勝家側が千人余り討ち取られたという話も、 謙信書状のみに書かれているが、他の資料に記載はなく商戦とも見られ不明である。そして、天正六年、1578年に、謙信が死去すると、織田信忠軍の将、斉藤理事が、越中中部から、上杉軍を追った。天正八年、1580年3月、信長と本願寺に講和が結ばれた途端に、北陸方面は活発化し、 勝家は一向一騎の司令塔金沢御堂を攻め滅ぼして軍を北、加賀、越中ザまで進めた。一向一騎を制圧して天正八年五百八十年十一月、ついに加賀を閉廷する。さらにその勢いのままの都国、越中国にも進出を果たす。また、佐久間信盛が失脚したことによって、名実ともに織田家の筆頭画廊に位置することになる。 翌天正9年、1581年2月28日、信長の京都大間揃えでは、よりきの前田利恵ら越前衆を率いて上落し、参加した。また、この頃から対上杉政策のためか、伊達氏の家心、遠藤はじめ臣と連絡を盛んに取り、伊達氏との外交政策の一端を担っている、伊達治や記録など。天正10年、 1582年3月から、上杉司法の越中国の宇和津城、松倉城、富山県宇和津市を行為していた。6月2日未明、本能寺の変があって信長が応死するが、これを知らぬまま6月3日に、宇和津城は陥落した、宇和津城の戦い。事件を知り6日の夜から、直ちに全軍撤退して、北の省城へ戻った。 6月10日付の溝口犯罪門への書状では、勝家は光秀が大海に駐屯していると認識し、実際には8日に、大海、安土を立ち、9日には、山城の京都にいた、大阪にいた、庭長秀と連携して、光秀を撃つ計画を伝えている。しかし、上杉側が変を知り、出地回復に、越中、能登の国衆を煽り動けず、やっと18日に、大海に出動するが、 すでに、中国大返しを行った、秀吉の軍が光秀を撃っていた。本能寺の変後の清洲会議で、織田氏の後継者問題では秀吉への対抗もあり、信長の三男、織田信隆を押したが、明智光秀を討伐したことで、実績や発言力が大きかった秀吉が信長の着孫、三法師、伝秀信を擁立したため、織田氏の家督は三法師が継ぐこととなった。 ただし、近年になって勝家が三法師の後継に反対して、信孝を擁立したとする話は、川澄大公記による創作であって、実際には三法師を後継者にすること自体には、秀吉、勝家らの間で異論はなく、清ス会議の開催そのものが三法師の存在を前提にしていたとする説も出されている。また、信長の医療配分においても、河内や丹波、山次郎、 増量した秀吉に対し、勝家は北大見山軍と長浜城、現在の長浜市を新たに得たが、勝家と秀吉の立場は逆転してしまった。清須会議の結果、三歳の三奉子に、叔父、小田信夫と信孝が、後見人となり、信夫が、尾張、伊賀、南伊勢、信孝が美濃を領有し、これを、橋場秀吉、柴田勝家、 庭長秀、池田恒王の与え心が補佐する体制となった。また、この会議で諸将の承諾を得て、勝家は信長の妹、推しの方と結婚している。従来は信孝の仲介とされてきたが、勝家の諸上で、秀吉と申し合わせ、主筋の者との結婚へ、皆の承諾を得たと、あ、勝家の教えの意向を組んで、 清ス会議の佐賀への勝家への不満の抑えもあり、秀吉が動いたと指摘されている。清ス会議終了後、勢力を増した秀吉と勝家など、他の大英重臣との権力構想が始まる。勝家は、滝川一正、織田信隆と手を結んで秀吉と対抗する。だが秀吉は、長浜城の勝家の養子の柴田勝豊を圧迫した、上階重した。次には、 岐阜の織田信鷹を攻め囲んで屈服させる。天正十一年、1583年正月に、秀吉は、滝川一増の北、伊勢を七万の大軍で攻めるが、駅は3月まで退治する。天正十一年、1583年3月12日、勝家は、北大江に出兵し、北伊勢から戻った秀吉と退治する、静ヶ岳の戦い。 事前に勝家は、毛利に、被護されている、足利義明に戦況を説明し、毛利軍と共に出兵をす書状を毛利を介して、出し背後をつかせようとするが、義明ではすでに時代に合わずうまくいかなかった。同様の働きかけは3月頃に、高野山にもしており、各地にしたようだが身を結ばなかった。4月16日、秀吉に降伏していた、織田信隆が、 伊勢の滝川和正と結び再び挙兵し、秀吉は、岐阜へ向かい勝家は、静ヶ岳の大岩山歳への攻撃を始めるが、身の代返しを観行した秀吉に敗れ、4月24日に、北の省城にて押しと共に自害した。去年62、時政は、夏の夜の夢地儚き跡の名を雲もいに、あげよ山格好、山ほととぎす。勝家の最後は、 もう年へ文書とそれに書集された、秀吉書状に、このように描かれている。菩提寺は、福井県福井市の西高寺と滋賀県高島市の旗、武史寺。遺牌も現存している。昭和3年、1928年11月10日、宮内省より、13民が送られた。ルイス・フロイスの活絵表は以下である。フロイス、日本報告は、 静ヶ岳の戦いの敗戦の後の北の正常での、柴田勝家が、離反した家臣に対して、恨み事は言わず、また最後まで付き添ってきた家臣たちには、生き延びることを許し、むしろそれを喜ぶこと、また、根性においてはこれまでの家臣たちの愛情に報いる、すべがないことへの嘆きを秀才しており、勝家の恩情ある人柄を伝えている。また、これに類する話が、 前書き家臣の村井重よりの覚書にも記されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。